吉田さん、なんかね、無所帰りって言葉があるじゃないですか。あれはね、刑務所帰りってことではなくて、麦と白飯を刑務所の中で6対4に混ぜたものを、まあ、食べたらしいんですよ。だから6と4で蒸し、無所帰りっていう風に言うらしいですよね。だから刑務所帰りでも良さそうなもんなんですけども、随分ね、真相からは離れてるもんだなと思いましたね。まあこういう豆知識なんですけども、あのみんなの銀行をね、あの私が紹介した時に、みんなの銀行で最初にアプリをダウンロードしたら1000円儲かった、やった万歳終わりの方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、私はいや、このアプリをそういう解釈しちゃダメですよと。ここから自分の紹介コードが発行されるから、これからがビジネス、2000円、5000円、1万円っていう風に積み上げていくことがビジネス。これができないんだったら、もはやですね、商品を売ることも集客することも、もう商品作ることもできないよっていう話なんですけども、その無所帰りの話とはね、ちょっと離れてるようですけども、こういう風にね、解釈を間違えちゃうと全然違った方向に行っちゃうんですよね。もちろん無所帰りってものが別に刑務所帰りでも全然困らないし、そっちの方が本来の解釈になっちゃってもいいのかなと思うんですが、ただみんなの銀行に関しましては、ちょっとね、ただダウンロードして1000円もらう、そこで終わりって考えちゃうと全然美味しくもなんともないわけですよね。で、ビジネスのセンスも磨かれないと。セルフバックも同じなんですよ。セルフバックやってずっとやってね、久保さん案件もうないですかと、どんなのがいいんですかとか、もうね100円のしかありませんって言うけど、いや、なんでそうなるんやということですよね。このセルフバックって仕組みを誰かに教えてね、そしてその教えたことによる対価をもらうってことをしないと、延々といろんな ASP の案件探してたらそれはなくなりますわと。あと手間も増えるばっかりなんで、それで3年間で1億は作れないよって話なんですよね。で、結局このセルフバックで儲けるっていうのは、セルフバックのやり方を教える、リアルで教える、対面で教える、それができるようになってきたら、今度は1対多数で教えるセミナーをやるって形にしといて、究極はインターネット上でそれを教えるって形にしといて、いくらでもね、同じ一つのサイトでサイトの URL を送るだけで2万円ずつ入るみたいな形にしていくってことなんですよね。うん、まあだからね、これを私は8年間ずっと発信し続けてきて、それをやった人は、まあ、金持ちへの道を進むし、それをやらない人はずっと同じ、数年前と同じ悩みで今日も立ち止まっているしってことなんですよね。まあ、だからね、ちょっとした言葉の言い間違いでも何でもなくって、全く概念とか考え方とか、進み方の違いで全く違うところに行っちゃうよってことなんですよね。セルフバックを覚えた方、人に教えてますか？そしてみんなの銀行を手にした方、人に教えてるでしょうか？ということですよね。いや、初心忘るべからずっていうタイトルでね、来て出してくださいましたけども、初心も忘れちゃいけないけども、でも新しい一歩も踏み出さないといけないってことかなと思いますよね。じゃあ、いってらっしゃい。